大井川鉄道家山駅の駅前です。ここに藤バカマが植えられました。そしてアサギマダラが飛んでくるようになりました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今年3月、家山駅前の花壇に藤バカマの苗が植えられました。今年で2年目になります。7ヶ月が経ち、花が咲きました。飛んでますね。飛んでますね。すごい嬉しいですね。10何頭いるね今日。ふわふわと舞うアサギマダラは長い距離を旅する大型の蝶です。秋になると藤バカマの花に集まり蜜を吸います。川根には10月半ばからやってくるようになり、気温が下がるとともに数が増えてきました。性質はもう人懐っこいっていうそのものです。うん、うまくいくと手止まります。おいでおいでおいで。春は桜があるんですけど、ここって今何にもないものですから、秋にアサギマダラを呼ぶという観光資源にしたいと思って植えました。藤バカマを育てている森下さんたちに駅前のカフェが差し入れしてくれました。皆さんね、インスタとかフェイスブック見てよく来てくれるんで、はい、嬉しいですね。10月になるともうアサギマダラってうちはそんな感じなんで、ぜひねここへ来てね、大鉄のあの古い貨車とか SL と撮っていただきたいっていう思いがあって、ここへ私たち植えさせてもらったんですよ。大鉄を応援してくれていると思います。川根小学校の校庭です。森下さんたちは川根の大切なところに藤バカマを植えてアサギマダラを呼び寄せています。いた。どうですかみんな、嬉しい。来年に向け苗を分け始めています。これが増えてね、アサギマダラがたくさん来てくれるとありがたいですね。川根温泉横、SL が通る鉄橋の前にもアサギマダラが来るようになりました。この蝶は人をつなぐ蝶と思っているものですから、皆さんが川根来て笑顔になってもらって川根を盛り上げたいと思います。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。